の時にお医者さんの授業で体の仕組みと働きのこととかって勉強したと思うんやけど、はい、実は結構その内容が3年生というか診療情報管理士認定試験に関してもとっても大事で、教科書に書いてある文言を一つ一つ覚えるっていう暗記作業じゃなくって、うん、理解しながら納得しながら覚えられるから、うん、納得しながら覚えられたらちゃんと思い出すことも簡単にできるから、そういう勉強の仕方をしてほしいなって思います。はい、ありがとうございます。体の仕組みと働きのやつやろ、頑張らんとな。医学と統計な、うちら頑張らんといけんよな。